Hello, 大家好，ふどんちゃん。ふどんちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今日は何でしょう？エアコン買いに行きます。今日はエアコンを買うのが目的なんですけど、もしポイントが貯まってまたいいテレビがあったらテレビも一緒に購入したいです。もうほんとね、前ホテルで見たテレビが綺麗で大きくてね、すごい感動したよね。 YouTube、Netflix 見れるし、行きましょう。 Let's go! どこ go! 今天的午餐我跟文章来吃商场里面的这一家意大利餐厅。我们觉得这一家的意大利面非常的好吃。那这一家主要是以塔为主，但是我跟文章没有人喜欢吃塔，所以就不点塔。那这里是他们季节限定的午餐，这个看起来超好吃的，就是个人饭。但是我跟文章最喜欢吃的是这一个，反正我们已经吃了至少三四次了。在拍这一段的时候，我跟文章发现我们两个拍过一模一样的影片。いやもうここ好きすぎても毎回ここになっちゃう。サーモンのさクリームソースがめっちゃ美味しいの。来了，就是这个面。大家看它的虾子，它的虾子很大又很弹牙，尤其是他们的鱿鱼，还有里面的鲑鱼超好吃，全部融在一起。非常的大，虽然我已经拍过了，但是再跟大家讲一次。然后我们文当也很认真的在拍照。开心。いただきます。感動。那我们现在吃完午餐要去买冷气了。前もらったね、業者からの見積もりが100万円ぐらいだったんで。それ以下になればね、いいかなと思うんですよ。今回ね、ポイントが 10% 確実につくんで、10% は確実に安くなるんで、そこは期待ですね。我跟文章之前来问的时候，这位大哥就非常亲切。然后今天刚好这位大哥又在，刚好文章就可以问他。文章现在跟这个大哥在讨论我们家的条件跟大小应该要放什么样的排管。而且这位大哥他是冷气的专任说明员，最好的是可以跟他买，业绩就直接算在他身上。我们本来找的大哥是 Daikin 的，那因为他看了我们的房子的条件说，说其实我们也可以用看 Panasonic。就觉得大哥这个人很好哎，我不知道这样业绩有没有算在他身上。但是觉得他很站在客人的立场为客人想。然后买完冷气之后，我跟文章现在来买电视机，因为刚才买冷气的时候累积很多点数，就可以用在买下一个家电上面。日本几乎每家店都有这样子的点数制度，我觉得真的很方便，可以省下非常多钱。我跟文章现在已经买完家电出来了。安かった。安かったね。安いせいかめっちゃ値引きできてよかったね。那现在这间商场他们有在办圣诞节抽奖活动，因为我跟文章真的买太多东西了。所以就拿到这么多抽奖券，然后这些抽奖券还是有分等级的，像是红色的话是五张可以抽一次，绿色的话是一张抽一次，蓝色的话是一张可以抽五次。然后他们现在蛮特别的是用手机抽，然后实际上有抽中的话呢，再去商场里面的兑换的地方拿奖品。然后我们算了一下，我们总共竟然可以抽106次的奖。106回分。何かしら当たってくれると嬉しいね。多分ティッシュだよ。今ルーちゃんは抽選の番号を携帯に読み取って、そこからね抽選をしています。で打つのが面倒くさいので、中国語の数字を言って数字打ってます。面白いよね。便利なんだよ。最近よく使ってるもんね。324577289。当たるといいな。来抽選看看。いけ、加油。点这里可以看抽选结果。啊，大丈夫，もうあとこんなあるから。お、なんか来た？中了一个。100円？100日元，食事券100元。哇，ありがたい。我们现在一次把号码全部输进去，总共可以抽100次。等一下再一起看我们到底抽中了什么。哦、我们都只有中100日元。全部で1000円ぐらいか。でも1000円もでかいよ。耶。这里是领奖品的会场，他们特奖竟然有豪华旅行10万日元，只有5个人可以抽中。我跟文章这次全部都是最小的奖，有21000个人。天哪！最后拿到了1100日元的商品券。これで美味しいご飯食べよう。今天的晚餐我们吃炸牛排。这一家不是摩托姆拉，但是这一家在日本也是很多分店的。
他们这个酱呢有三种吃法，最左边的是芥末酱油，中间是山椒盐，最右边是炸牛排酱汁。那他们这边是推荐说第一口的时候可以沾芥末酱油。好，大家，那我跟文当现在已经回家了，回家啦。今回はすごいすごいすごい楽しい買い物でした。イエーイ。今日いっぱい歩いたけどね、全然疲れてないね。普段家に帰ったらああ疲れたみたいな感じなんだけど、今日はすごい元気。みんなが見た通りすごい元気です。因为我们这一次是去买明年要搬家之后的新家电。一开始建商是推荐给我们跟他们合作的百货公司，那家百货公司估价的时候，五台冷气是100万日元。然后我跟文涛想说，100万日元好贵。然后我们两个就问一下身边的朋友，还有实际上有去一些家电量贩店看一下价钱。虽然找跟他们合作的百货公司会比较方便，但是对我们两个来说还是蛮大的一笔花费，所以我们两个就想说，那不然麻烦一点，我们自己去找家电量贩店这样子。那我们这一次是只买了三台冷气，结果没想到那个价钱整个算起来都还要便宜很多，所以很开心。本当ね、最初ね、5台で100万、まあ当然工事費とかあと室外機とかそれも全部込みでの100万なんですけど。それ聞いた時はちょっとびっくりしたね。俺はちょっと面倒くさがり屋なんで、オプションとして買おうかなって思ったんですけど、まあルーちゃんがね、家電量販店の方がいいんじゃないっていう一言をもらって、結構気持ちが動いて、今日行ったら結構ね、安くなったんですよ。しかも家電量販店って結構ポイントも貯まるから、そのポイントでまた新しく家電を買うこともできるので、一旦家電量販店の方がいいと思って、それで結果としては私の話聞いてよかったね。いや本当よかった。私の文壇が今回買う前に何回も行ったんですよ。で前は一回すごい良かった販売員さんが行って、で今日は行ったらその販売員さんもちょうど行って、そうそこがなんかその販売員さんがダイキンさんの販売員で、今日行ったらもうダイキンさんのなんかキャンペーンが終わったらしくて、他のメーカーさんまさか紹介してくれて嬉しかった。他のメーカーさん、まあパナソニックさんなんですけど、パナソニックさんがダイキンさんの横に店舗があって、そのダイキンさんからパナソニックさんの方におすすめしてくれたんですよ。そしてパナソニックさんの販売員もすごく優しい方で、話してる時もそのダイキンさんも隣にずっといてすごい安心しました。そしてパナソニックさんもすごい値引きできるように頑張ってくれたんですよ。そう、まあ、最後の値段としては37万円です、すごい安くなりました。そう、まあ正直50ぐらいかなと思ったんですけど、37万でねやってくださったんですよ。販売員もいろいろやってて 10% オフとか、まあ3代目が半額とか、そういうのいろいろ全部合わせてもう19万円ぐらいの値引きされたんですよ。レジ見てたら19万値引きって書いてあって、最後の値段は37万。そこはすごいびっくりしました。ねえ、それね、工事費は入ってないんですよ。そこで膨大の金取られるんじゃないかなっていうのが心配なので、その家電量販店さんもすごいそこを安心させてくれたのが、説明受けてる時もこれがこの値段、これがこの値段でも全部表示してくれて、最後は印刷して、まあ、これ証拠としてなんか残してくださいって言った。そうなので、そこはもう私たちもイメージづいて、あ、じゃあ工事費いくらかかるのかとか、それも全部自分たちの予算を用意することもできてすごく良かったんです。こっちも安心するし、まあお互いの信頼関係がね築けていいかなと思います。そこでまたポイントもらってて、また別でキャンペーンのポイントまた入って、然后我们两个就去看电视。因为我跟文当时先买完冷气再去买电视，然后买冷气的时候帮我们结账的那个人，他就不是冷气的贩卖员，是他们这家家电量贩店的店员。因为我们就有跟那店员稍微聊一下天，就是感觉还蛮愉快的氛围，所以就想说，那决定要买电视的时候也找他，然后就看到他在那个远方，我就去追他。因为我们刚才结账的时候，我跟文当就在讲一下说，等一下要不要去看电视，所以他说哦，这是电视的事情，他就跟着我们过来。然后那位店员他就很努力的去帮我们交涉价钱，结果他又帮我们拿到很多折扣。違う店員さんだったらもう買ったことって分かんないから値引いてもくれないと思うんだよね。そこでルーちゃんがその冷房の時のね店員さんに言ってくれたのはすごいね、よいしょ、すぐ追いかけました。そのおかげでテレビも安く買えたんですよ。そうです、そこでね3万5000円もね値引きしてくれたんですよ。そこの家電量販店の人はもう本当にみんな怪しくて、いつもそこで買い物したらホワーンって気持ちになります。 そして店員さんも私たちになんかこんなに買ってくださったのでこっちも頑張りましたみたいな聞いて、あー、またここで買い物したいっていう気持ちがすごい湧きますね。あれうまいよね、本当ね、次の家電もあそこで買いたいと思ったもん。でそれでプレゼントももらったんですよ。そう、これがまたすごいの。最初はペナソニックさんの冷房を買ったので、こちらの一人用の鍋をいただきました。すごいよね。对，而且上面还有写ご契約記念品，就是恭喜我们成约了这样。而且这个锅子超酷的，是只要放进材料，然后再把锅子放到微波炉里面就可以直接吃了。そして次は私と文壇は大興奮したやつ。もうめちゃめちゃ嬉しかった。
ちょうどあと一箱しかなかったんですよ、うち。そう、なのでもう助かりますみたいな。ほんとこれ一番嬉しかった。そう、ここ松本清って書いてある。ああ他们的松本清买的好笑。そしてまたもう一つあるよ。これ面白い。ダイキンさんのスマホ対応系、うちダイキンで物買ってないのに。そうなんですよ。あの販売員さんがもうせっかくなのでくれました。いや、すごいよね。我们马上就来试用看看。36.1、健康だ。まあちょっと低めかもしれないね。お、めっちゃ低いね。34.8 ね。あってないじゃん。ダイキンさん、今回は本当すごい楽しかったんです。もう本当ね、またあの人たちに会いに行くために買いに行きたいもん。そして私が写真撮りに行ったら、ダイキンさんの販売員とペナソニックの販売員さんがすぐイエーでやってくれたんですよ。なんか普段はこんなのないんですよ、日本人はあまり、ね、最初はちょっと戸惑ったんですよ。なんかちょっとフリーズして。そして向こうはイエーって言って、私あ、じゃあ撮りますよって言ってパシャって撮って、なんかそこの下りも面白かったです。その写真見てね、めっちゃほっこりした。俺も早く使ってみるのが楽しみです。いやー、ルームツアーでみんなにこれだ、これがここで買ったやつだとかね、説明できるのが楽しみだ。好，那谢谢大家看我们今天这一次影片，今天真的是超级开心的，就希望这个开心的感觉有透过影片传达给大家。那我们就下次影片再见，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。